あれ、ロベリーいるじゃん、いるじゃん、飛んでってるけど、逆バンジーみたいなこと。うわ、すごー、すいません、ちょっといつかプラさんにちょっと用事が。あんた今までどこに。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしたらいい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 。あ、おい、ちょっと待ってよ、オートセーブここなんかい。あ、無限ループになっちまうじゃねえか。え、あ、このパターンもあんのね。初めてのルピーだ、おーい、やったよ、初めてルピーゲットした、嬉しいな、なんか。で、あらゆるところに建築復興用の資材があるね。えのき田工務店すげえな。どんだけ手広げてるんだろう。従業員の数増えたのかな。名前にダーがついてないとダメっていう謎の縛りあったけど。すいません。リンク殿だよな、そのび、そう。その反応が欲しかったの。さっきの奴らに言ってやっといてくれ。リンク殿ですよね。今までどちらに？いやいや、これがもうカクカク近々で。ゼルダ様とリンク殿が調査に出られた後、城があんなことになってしまって、みんな心配していたのですよ。ありがとな。特にプリア様、ほぼ不眠不休でお二人の足取りを追っておられたんです。そっか、ちょっと心配かけたな。プラ様いる？プラさんは正面の建物におられるはず。だからあんなハイラル城からこんなほど近いところで大丈夫なの？ご無事な姿を早く見せてあげてください。いや、俺も早く会いたいのよ。ブレワイのキャラの子たちに早く会いたいのよ。松明。わ、すげえ。ちょっといろいろ見てみよう。すげえ、砦だ。すげえ、ここに町作ってるってこと？なんだ？今隊長の話を聞いてるから後に。ドフォン。すいません、今隊員たちにゼルダ様捜索の指示を出しているところです。俺、リンク。ご用なら後に。ん？ん？の、もしあなたと、剣士様でしゅ。噛んだわ。ご無事で戻られて何よりです。私は討伐隊の大隊長グラレンスと申します。と、私の挨拶などよりも、まずはプルア殿にお戻りの報告を。討伐隊？我々に興味を持っていただけるのは大変光栄でありますが、ああ、わかったけど、でも、何を討伐しに行くんだ？城に入ろうとしてるわけじゃないよ。さすがに。お、服あるね。はじめましてのお客さんさね。そっか、ネットとかないから顔がわかんないのか。監視砦で唯一のお店だわさえ。お店だわいさ。見た目は急ごしらえだけど、故郷でもよろず屋をやってたから品揃えには自信があるさね。今後ともよろしくなんだわいさ。故郷ってどこにあるの？あ、魚鳥村。南東ぐらいにあったとこだっけ。さあ、南か。最南端の村って呼ばれてるぐらい、ずっと南の端っこにある村なんだわいさ。ある日海賊が現れて、うろずをやってたんだけど、とにかく売り物を抱えて逃げ出してきたのさ。今一体どうなっているのか。いつか戻れる日が来ると信じて、今商売頑張らないとだわいさ。難しい。欲しいものは直接選んで欲しいわい、欲しいさね。はい。ありがとう。まあ、服とかがあるんだね、リアとかが。やっぱいいよな。あんたこれは、ああ、そう、気になってんのよ。デザインもかっこよくて着心地も抜群。旅人にも人気だし、冒険の基本って感じだよな。あ、欲しいね。120! うわー、でも、うわー、多分普通の服と比べたら安いんだろうけどな。欲しいな。ああ。カツラだ！先生、今ちょっと手が離せないんですよ。これはさっき言った桜田工務店の従業員。名前の最後にだがついてないとダメなのよ。建材が欲しいなら外の木でも切っ、ん？今の声。そうだよね。覚えてる？俺のこと、リンクのこと覚えてる？やっぱりリンク様でしたか。ご無事だったんですね。いや、よかったっす。マジ心配してたっすよ。一体今までどちら、すいません、追興奮して。あ、プラ様のとこに。あ、みんなそんな感じなのかな。プラのとこ行けよって。じゃ、とりあえずプラのとこ行って、からかな。あれ？ロベリー！お前なんてそんなスルッと入る感じなの？グッモーニング、ラブリーなモーニングじゃな。って、ヘイユー、どこ行っておったんじゃ？ロベリー！
技術担当。うわ、この人もね、あの研究者なんですよ。話は後じゃ。ともかく今はプルアのところへハリアップじゃ。ユウたちがいなくなってプルアの機嫌が悪くての、この建物の2階におるじゃろうから。わかった、まあ、みんな結局プルアのとこ行けっていう感じになるから行くか。とりあえずはいろいろ話聞きたいけどね。さあせん、あれ、あっちか。誰、君誰。あ、君が女子は金色のもみあげり青い瞳。プラ先生、剣士さん戻られましたよ。すいません、ちょっといつかプラさんにちょっと用事が。はあ、あんた今までどこに。大きくなったな。じゃないわよね、成長したな。まあ本来は100歳なんだろうけど。ん、何その腕。あ、ちょっと腕いろいろあってさ、あんなちっちゃいチェッキーって言ってたのに。どうしたの、チェッキーはやめたの。何があったか。うん、うわー、大人になって、プールは、いや、ちょっと大人になったな。ちょっとだけ。何年後なんだろう、前の時からプラス10年とか経ったりしてんのかな、ブルアイの時とから比べて。あ、ゼルダ様とあんたは、はい、ハイラル城の調査に行ったの。ありがてー、このあらすじ。そしてその地下深くでミイラを見つけた、うん、うんうん、それは目の前で目覚めて、ゼルダ様は地の底に消えちゃった。そういうことなんです。リンクちゃんと説明できるんだな。遺跡がたくさん降ってきて大騒ぎだったのはその時だね。そう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 、あ、この時にプルはいたのかな、そこ。そしてあんたは浮島にミイラについてた右手が守ってくれたって。そうなんだよ、この右手のおかげでさ。それから変な奴にプルアパッドを渡されて。そうそう、これが不思議だよな。だからゼルダどうしてんのかっていう。その右手はラウルって人のものだった。うん、マスターソードは消え、ゼルダ様の声を聞いてここにたどり着いたと。っていうことです。めちゃめちゃ分かりやすい説明ありがとう。ってあんた、え、あんなところから降りてきたってこと。そうなんだよ、俺も死んだと思ったね、あの時は。ま、落ち着いて飛びましたけどね、騒ぐことなく。ラウルって私の知る限り、え、ハイレル王国初代国王の名。そうなんだ。まだちょっと、まだいろいろ整理しきれてないけど、ジョシュアもなんかすごい顔してんな。とりあえず地下深くにいたそのミイラってのが天変地異に関わってて。そうだね、うん、城をあんな風にしたり地上に遺跡が降ってきてるのもそいつが関係しているのかもしれないね。そういうことなんです。ああ、要するにそういうこと。でも何より気になるのは姫様の声よ。私を探してって言ってたんだよ。そうだね、確かに場所を教えてくれたらいいのね。かくれんぼしたいのかな。だとしたら姫様は生きてる。うん、生きてハイラル城の地下にいて助けを求めている声だったのかもしれない。あー、地下なのかな。帰ってきたばかりで悪いけど、浮かんだハイラル城の下であんたたちを探してる捜索隊に合流してくれる。あ、なるほど、探してくれてんだ。隊長のホスタっていうのがいるから協力して姫様を一刻も早く見つけ出して、ええ、あんたをひどい目に遭わせたミイラがまだ近くにいるかもしれないけど、今はそんなこと言ってられない。頼んだわよ、リンク。オッケー、ありがとう。え、こういう人物紹介見せてくるのいいね。古代技術研究の第一人者、若い頃からハイラル王国直属の研究者で、近頃はゼルダ姫と共にゾナウ文明の研究やハイラル城に現れた正気の調査を行っていた。かつては自分を実験台に若返りの研究も行っており、実年齢は100歳を大きく超えている。子供の姿になってしまっていたことも。そう、右下のね、ブレワイの時はあの右下のちっこい子だったんだけど。ハイラル城。あー、オッケー。女子はビビりすぎじゃない？もうそろそろ受け入れて、俺のこと。え？はわわ、ゼルダ姫、ゼルダ様が、そんな怖いミイラがいるハイラル城の地下にな、お一人でいらっしゃるかもしれないなんて。そうなんだよな。女子だったら絶対耐えられないのです。剣士様、ゼルダ様を、私たちのゼルダ様を早く助けてあげてください。そっか、多分ゼルダも研究熱心だからさ、
この子たちは結構つながりが深かったんだろうね。失礼しまーす。天変地についての考察。はい。大地が揺れ、地面には底の見えない大きな穴が開き、空は波打ち、浮遊する島々が現れ、そこから遺跡が落下してきた。そしてあろうことか、ハイラル城が浮上。これは現実なのだろうか。天変地とはまさにこのことだ。地上に開いた大きな深穴からは不気味なもやが溢れ出てきた。触れると生気を奪われるそのもやは武器にまとわりつき、ありとあらゆる地上の武器を朽ちさせてしまった。私たちはそれを正気と呼んでいる。空に浮かんだ島々を空島と呼ぶことにした。落下した遺跡はその衣装からゾナウ文明のものだと推測。ゾナウは空で栄えたと言われ、まだほとんど解明されていない文明だ。天平地位はこのハイラルにとって脅威であることは明らかだが、歴史を紐解く好機となったのも事実。葛藤が止まらない。落下した遺跡や空島の調査を開始。ちょうどかかりこ村の族長から珍しい遺跡や文字が刻まれた石板が複数落下してきたとの報告があり、ゾナウ調査隊の拠点を監視砦より南東にあるハテール地方のかかりこ村、ってことはインパ様がいらっしゃるってことかな、に設置することにした。このかかりこ村に落ちてきた遺跡は、この監視砦から見えるほど巨大なものもある。マジで。城は浮かび上がり、その穴からは蒸気が吹き出て、調査は一向に進まず、姫様たちの行方はまだ何も分かっていない。天変地異が起こったのは、ゼルダ様とリンクがハイラル城の地下に調査に出て間もなくだったが、もしは何か関係があるんだろうか。関係大ありでしたね。え、すげえ、こんなのあんの？わ、いろいろ見れるんだ。あの滝、ちょっと浮いてるのにこの水流れてんのおかしくね。チェッキー。はい、ということで、ちょっと続きやっていくんですけど、まあ、前回ね、終わった後いろいろ探索とかをして、まあ、まだちょっとなんだけど、まあ、いろんなね、あ、ここにボスいるんだとか、まあ、お鍋の位置をね、やったり、祠をちょこっとだけ回収したりね、まあ、進めてきましたと。メインチャレンジを進めていくんですけど、プルアからね、ゼルダ姫が城の地下で助けを求めているのかもしれないと、まあ、プルアが言ってると。なので、ハイラル城の下にいる捜索隊と合流してきてくださいっていう話をいただいているので、門の前まで来ました。ということで、じゃあ続きやっていくんだけど、あれ？これ、あ、ごめん。これ行けなかったわ。おー、来た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 。裏でね、お馬ちゃんを捕まえました。この子に仲間になっていただきました。色味が好きだったからさ、かっこいい乗り方。ちなみに名前は、ホースです。馬だからね。あー、よし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 。まだそんな懐いてないまだそんな懐いてないのがバレる。普通に横から行けたわ。お、誰だ君は。今ここはゼルダ様とリンク殿の捜索のため限界態勢中だ。勝手にうろちょろ。ん？リンク殿？まあそうなるよな。びっくりするよね。だって今探してる真っ最中だもんな。これは失礼しました。戻っておられるとはつゆ知らず。となると捜索はもう不要で？ともかくまずはこの道の先にある三の丸門島で指揮を取られているホスタ隊長とお話しください。おい、ここ開けてくんない？ここ開けらんないっすか？ホースがこっち側来れないんだけど。まあ、しょうがないか。行くか。ごめんな、ホース。ちょっとそこで待っててくれ。お、あれか？なんか見えたぞ。すいません。ホスタ隊長いますか？リンク様？いや、そんなわけないか。この先は立ち入り禁止ですよ。いや、よく見て。リンクだから。どっからどう見てもリンクだから。ゼルダ様たちの捜索と関係ない場所には不要に立ち入らぬようにと、ホスタ隊長から申し付けられております。どうしてもというなら隊長の許可をお取りください。この道の上、あー、なるほど。じゃあこっちはいけないの？ん？あ、ダメなんだ。さあさあ離れてください。そっか。シャークス。なんか赤髪で目に3本傷がありそうだな。名前が。すいません、隊長さんですか？ここはもう調査済みだ。残念ながら姫様の手がかりはなかったよ。
しかしお前リンク殿にそっくりだな。マジで舐めてんな。言っちゃうよ、処しちゃうよ。ホッサ隊長が見たらびっくりして三の丸の門頭から落ちちゃったりしてな。みんな同じことを教えてくれる。この水マジでどうなってるんこれ。本当にこの落ちてきてる水がどうなってるのかもだし、どこから流れてきてるのか、水源がどこにあるのか気になるわ。お、大丈夫か、お前落ちないかそこ。すいません。ひょえー、近くで見るとすっげえ迫力だな。噂には聞いてたけど、これが深穴ってやつか。うわ、ちょっと急に話しかけんじゃねえよ。落っこちたらどうすんだよ。深穴っつったら天変地異の時にできたでっかい穴のことじゃん。目の前にあるだろ。怖いけどなんか覗きたくなっちゃうんだよな。わかる。あ、気をつけてよ。そっか、ハイラル城がここにから出てきちゃったってことなんだ。どういう原理でそうなったんだろうね。隊長、あ、三の丸だからこの辺か、君か、違うな。やっぱりこの辺にある武器も朽ちているみたいだし、刃こぼれしてない無傷の武器はもうこの家にはないのかな。やっぱ朽ちちゃってんだな、どれも。なんだ、死んだおか、天変地異の時に剣や槍、両手剣なんかの武器がみんな急に朽ちちゃったんだよ。朽ちていない武器がないか、いろんな地方に行って探したりもしたんだけど、どうやらこの世の全ての武器が、あ、そうなんだ。え、じゃあリンクが今持ってる武器は何なんだ。ダメになったと見ていいだろうな。修理も難しそうだし、やっぱ武器は補強して使うしかないか。確かに旅人の剣とかもこれ朽ちてるのか。あ、まあ木とかはまたねあれなんだろうけど。あ、そうかそうか、なるほどな。隊長いますか。あんたか。すまねが今取り込み中。顔見てちゃんと。ん、リンク殿、よく気づいてくれてよかった。リンク殿でお間違いないですよね。ご無事で何よりです。で、テレタ様も一緒なんですね。いや、違うのよ。聞いて。待って待って。聞いて。いやー、よかった。お二人ともご無事で。これでひとまずは安心。いや、違うんだって。ゼルダはね、いなくて。え、一緒に帰って来られたわけではなく？ゼルダ様の声。我らと合流して捜索を？なるほど。少々混乱しておりますが。ともかく我々はゼルダ様を引き続き捜索すればよろしいのですな。そうだね。うん、で、プルアがね、この地下にいるんじゃないかって言ってたよ。リンク殿に合流いただければこれほど心強いことはありますまい。こう見るとリンクってちっちゃいんだな、やっぱ。我々もずっと捜索を続けてはいますが、ここは正気も多く思うように進まずでして。そっか。ほほほ、ホスタ隊長、ごめん。なんか笑ってる、ほほほかと思っちゃった。ごめんね。ゼルダ様が、え、いるゼルダがどこ。いるじゃん、いるじゃん、ゼルダ。ゼルダ様、ご無事で。なんであんなたたずまい。上、え、飛んでってるけど。あ、これもあれかな、なんか残留思念がどうのこうのみたいな言ってたやつかな。え、そこの上に、え、な、消えてったく。リンク殿も見られましたよね。ゼルダ様が光になってどこかへ飛んでいってしまわれたのよ。飛んでいった。なんと不可解。いや、一大事ですぞ。なぜゼルダ様が我々の呼びかけに答えず立ち去られたのかは分かりませんが、だから会話っていうか意思の疎通ができてないもんね。このことは一刻も早くプーラー様にお知らせすべきかと。こうなっては我々も撤退しますが、王女帯ゆえ少々時間を要します。ゼルダ様のことをプーラー様にお伝えいただけないでしょうか。任せて。あ、じゃあこれでもう戻っていいんだ。さあ来い、ホース、俺の横に来るんだ。行くぞ。かっこいい。何その乗り方、かっこいいな。かっこつけるためだけに練習したんだろうな、リンクも。ありがとな、ホース。またな、ちょっと行ってくるから、また後で呼ぶな。ポウ、なんだこれは。ロベリー、Good afternoon, lovely afternoon じゃな。で、Hey you! 全く心配ばかりかけよって。いや、本当にごめんな、それが。で、それがプルアが言っとった腕か。なるほど、確かに妙打ちくりんじゃの。いやいやいや、今はそれどころじゃない。ユーがプルアパッドを持っているってのは本当か。そうなんだよ、持ってるの。ユーのプルアパッドはパーフェクトには not yet。あ、まだじゃあ、パーフェクトな状態ではないんだ。まだまだ進化できるんだぞい。ジョシュアちゃんの地底調査が落ち着いたら、
果ての村の研究所に戻って研究を再開するつもりじゃから。フォローミー、その時はユーも一緒に果ての村に来るんじゃ。行く行く行く。やっぱロベリーはなんかそのデバイスを強化してくれるキャラクターなんだな、今回も。カツラだ。今自分は監視トルデに馬宿出張所を建てられないか計画してるっす。馬番のレッサーもいますし、ここで馬を預けたりできたら便利っすからね。ちょっと時間かかりそうなんですけど、完成したらリンク様にもぜひ使ってもらいたいっす。カツラだ。なあなあ、桜田社長ってどこにいるんだ。えのきださんは独立してて、桜田は、どうなってるんだろう。桂田は今桜田の下なのか。おお、ああ。ん？なんか飛ばしたけどなんか始まっちゃったんだけど。何これ。ごめん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 。何が始まってる？どう、俺だ、開けてくれ。ん？何？何？普通にモブの人かと思って普通に話飛ばしちゃったけど。何これ。そこ開くの？どういう仕組み？すごいね。この地下はもともとハイラル王家の避難号だったのですが、今我々の居住区として使わせていただいております。ここの設備でしたら何でもご自由にお使いください。ちょっと行ってみよう。すごい。待って、あの後ろ姿。リンク様お帰りなさいませ。避難号の扉番をさせていただいておりますモンダナと申します。避難号、王家が有事の際に使っていた避難号。かなり昔に作られたもので修復しながら使わせていただいてますが、多少の備蓄もあり居住スペースとしては何不自由ありません。ほう、扉の開閉ね。大事な役目だよ。ありがとう。天井、確かにそっか、天井取り抜けられるのか。おう、私あなたの顔知ってるね、ジェリン。知ってる顔はみんなフレンドね。あなたはこのシェルターにあるものは何でも自由に使って OK？ ありがとう。掃除してもダストがマニーなのです。逆に喋りづらくないか、その喋り方は。このダスト一体どこから湧いてくるんですか。なるほど、ここのベッドとか、うわ、使っていいんだ。嬉しいな、ありがとう。しかもこれもある。どうしよう、今4個溜まってるから使っちゃおうかな。頑張りがやっぱ欲しいわ。お願いします。やっぱ結局ハートよりかね、序盤はやっぱり頑張りだと思うんだよな。ありがとうございます。結構大きいですね。これでまたちょっと浄化されて。いや、ここ便利だな。ありがとう。ありがとうな。プルワー、帰ってきたよ。うん。お帰りリンク。どう？何かよかった？そうなんだよね。ゼルダいたんだけどさ、どっか行っちゃってさ。ゼルダ様がハイラル城から光になって飛んでいったでっつって？ほんとあんたの話はいつも私の想像のはるか上を言ってくれるわね。いや、でもこれに関しては俺もね、予想外なのよ。どこ行ったんだろう、ゼルダ。まあでもその目で見たってなら信じるしかないけどね。となると、創作の手を変えないとね。どこかに飛んでいったっていうなら、今各地で起こってる天変地異を調べるとか、ちょうど気になってた場所がいくつかあるのよね。きっと調査の過程で姫様の足取りもつかめるはずよ。うん、そうだ、あんた、プルアパッド持ってたのね。ちょっと見せてくれる？あるよ。なるほど、じゃあこの後はプルアの指示に従っていろいろ調べていくみたいな感じなのかな。なんかちょっと古ぼけたような気がしてるけど。ん？なんでだろう。まあでもしっかり機能はしているよね。マップマップ。ごめんごめん、プルパッドでハイラルのマップを見ようと思ったんだけど、マップ登録に使う眺望台がまだ準備できてないんだったわ。眺望台の今の状況は？眺望台ってなんだ？あそこ？外観は完成していて、はいはいはい。めちゃめちゃでかいな。めちゃくちゃでかいな。これ登れるのかな？ワープの最終調整がまだなのです。ワープか。でもそのぐらいならすぐ対応できるかな。よくわからんけど、あれがあると便利なのかい？ごめんリンク、急いで準備するけど、ちょっと時間もらえる？あんたも疲れてるだろうし、その間ゆっくりしときなよ。このとおり、避難後さっき言ったわ。無料のベッド、キッチンなんかもあるから、SM には持ってこいよ。詳しいことは？ごめん、さっき言ったのよ。ありがとう。身支度なら？うん。ムベさんのお店に行くといい。はい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 。
私は眺望台の方にいるから出発する準備ができたら声かけてちょうだいな。まあでもとりあえず大丈夫だから行くかな。さあジョシュア、いよいよ眺望台を動かす時が来たわよ。ワープのとこは私がやっておくから。チェッキー。ジョシュアはスイッチ、チェッキーね。はい、プルア先生、ジョシュア頑張るのです。じゃあ行くか。まあとりあえず準備大丈夫だからこのままプルアのとこ行っちゃおうかな。眺望台、プルア来た。これがここで、いやこっちがそっちか。よし完成。チェッキーってあんま言わないんだな、さっきチラッと言ってたけど。あ、リンク、身支度終わった。ちょうど私の方も調整が完了したところよ。これでワープも動くはずっと。あとは、おーい、ジョシュア、こっちの準備はできたからスイッチお願い。はい。ほう、すごいな、プルは本当にこんなの作ったってこと。いろんなやつをちょっと流用して使ってるのかもしれんけど、すげえ、その明かり必要？昼間だけど今。え、おーおーおー、すごいすごいすごい、何これ何これ、ロケットみたいなこと。あ、各地にあるの。はい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 、うわすげえ、え、各地方にあるみたいな感じなのかな。あ、すっごっ。おお、プルア先生、他の場所の眺望台も大丈夫そうなのです。ふんふんふん。ええ、さあリンク、次はあんたの番よ。何？何すればいいの？まずは、はい。うん。プルアパッドをそこの端末にかざしてみてくれる？オッケー。これブレワニの時もあったような感じなのかな？あ、でここでワープが使えるな。なるほどね。はい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 。ありがたいありがたい。めちゃくちゃありがたいこれは。ほう。パカーって開いて、これ上登れるの？うん。これであんたのプルパッドにこの眺望台が登録されたから、ワープも使えるはずよ。ワープってのは登録した眺望台の台座の上にいつでも戻ってこられる装置よ。なるほど。すごい。めちゃめちゃすごいです。ありがとうございます。でもこの眺望台のすごいとこはここだけじゃないわ。ん？本来の役目は測量、つまりマップを作ることなの。はいはいはい。マップはこの眺望台を使ってプルアパッドに直接地形をスキャンするだけ。やっぱり前回のブレワイで言うところの塔ってことか。ね、すごいでしょ。いや、めっちゃすごい。マップをスキャンする。パラセールが必要？マジか。あんたほど上手に扱える人がいなくてさ。だからまだ一度もテストできてないの。あ、そうなんだ。だから。はい、これ。え、やったー！めちゃめちゃ欲しかったパラセール来たー。これでね、うん、高いところから落ちても大丈夫だもんね。さあ、ここからがあんたの見せ場よ。まずはテストスキャンね。うん、この発射台から飛ん、試し、おい、お前まさか、飛ばせる気か？私は。うん。研究棟から観察させてもらうわ。飛ぶってなんだ？ええ。テストスキャンが終わったら、ゼルダ様捜索の最終打ち合わせよ。まずは異変の場所をマップに登録しないとね。だからちゃんと戻ってきてよね。はい。まあ、戻ってくるって、え、どういうこと？何？リンク、大丈夫？これ必要？本当に。この掴むやつ必要？え、これ、もしかしてバンジーみたいな、逆バンジーみたいなこと？逆バンジーだ！うわ、すごー！うわうわうわ、めちゃめちゃ飛ばされてるけど。こんな飛ぶもんなの？すっげえ！え、めっちゃ楽しいじゃん、こんなの。あ、なるほどね。で、上からそう見るってことか。いやー、なるほど。確かにこれはリンクじゃなきゃ無理だな。で、これでスキャンされてマップが、パー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 。あ、ならないんだね。市場の周辺マップを登録しました。
うわ、ありがてえ。あ、空のやつもできるんだ。空の周辺マップを撮ろう。あ、空も同時にできちゃうんだね。すげえ。いや、これありがたいなぁ。え？うわ、急にここ急にここで放置されんの？うわ、すっごっ。これこのまま降りたらいけるのかな？さあ帰ってきたぞ。うわ、上から見るとこんな感じになってんだね。怖っ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 。帰ってきたよー。あー怖い。到着だ。パラセールのタイミング神ってたな今。プルは帰ってきたよー。お待たせ。おかえり。いい飛びっぷりだったわ。さすがリンクね。やっぱ見てたんだ。まあそりゃそうか。で、どう？ちゃんとマップスキャンできた。めちゃめちゃできました。見てください。ならよかったわ。これからの調査にマップは必要不可欠。確かにな。空もあるからな。マップ2倍だもんな。眺望台は世界各地に設置してあるから自由に使ってちょうだい。で、ここからが本題よ。天変地異が起こってるのはここだけじゃない。今、ハイラル全土で異変が報告されているの。ちょっとマップを見せてくれる？おい。いいよ、見て。で、ここから北西の方にあるヘブラ地方、北東にあるオルディン地方、南西にあるゲルド地方、東にあるラネール地方、4つの地方、あ、やっぱり、まあ、じゃあ、いろんなその、まあ、ゾーラ族とか、ゲルド族とか、その辺の方に行くってことね。確証はないけど、異変を調べることで、ゼルト様への手がかりがつかめる気がするのよね。うん、俺もそれは思うわ。そういえば、プルア先生、これは噂ではありますが、ヘブラ地方にあるリトの村でゼルタ様の目撃情報があったって聞いたのです。ほう！噂か。本来なら不確実な噂に振り回されるなんてあってはならないんだけど、今噂だって貴重な手がかりの一つだもんね。うん、確かに。そうだ、リンク。ちょっと新聞社の方にもゼルタ様捜索の協力をお願いしているの。彼らほどハイラの情報を持っているところはないからね。新聞社はリトの村の手前にあるから近くに行ったら、そこの編集長に会っておくべきね。きっと力になってくれるはずだから。わかった、ありがとう。私も引き続き天変地異によって引き起こされた落下遺跡や深穴、あとは人の出入りが多い集落なんかを調べて姫様への手がかりがないか探ってみるわ。大人っぽくなったな。だから異変の調査は頼んだよ、リンク。任せて。ゼルダ様を必ず私たちで見つけ出すんだからね。まあでもやっぱ探してって言ってたからさ、見つけてほしいんだろうけど、どっかに囚われてたりするのかな。オッケー、ありがとう。おい、どこ行く？何？どこ行くの？ごめんなさい、なのです。深穴調査のことでオベジーに急いで相談したいことがあるのです。また後でなのです。天才少女だな、やっぱり。あんたにお願いした4つの地方以外でもちょっと気になってる集落があって、私はそっちの中央差でも進めようかなと思ってるところなんだけど、どこ？かかりこ村？シーカー族の集落ね。輪っか状の珍しい形の謎ゾナウ遺跡が集中的に落下していてね、特別な理由があるんじゃないかと考えているのよ。ゾナウ調査隊の精鋭たちが調査に当たってくれているわ。ゾナウのことを何か知りたかったら彼らに聞くのが手っ取り早いわよ。もし興味あるなら、あ、マップラに来よ、村の場所を教えてくれる。はいはいはい。世界中に討伐隊を派遣してて、私なんかよりずっと地理に詳しいはずだから。なるほど。4つの地方の現地調査はあんた頼み。あー、了解了解。それはじゃあ、じゃあ先、はい、ありがとう。先にめちゃめちゃ雨降ってる。